バイダ・ロシェル・ブルーは MLB の元選手。ポジションは当主。アメリカ合衆国ルイジアナ州、マンスフィールド出身。1967年の MLB ドラフトでカンザスシティアスレチックスから2巡目に指名を受け入団。球団は1968年にオークランドに移転。1969年7月20日のカリフォルニア・エンゼルス戦でメジャーデビュー。 1970年は、開幕を、マイナーで迎えたが、トリプル A 級で12勝3敗、防御率2.17、133イニングで165、脱三振を記録し、9月に昇格。9月11日のカンザスシティロイヤルズ戦で8回に、島で、ノーヒットに抑え、1アンダでメジャー初完封勝利。9月21日のミネソタツインズ戦では1。 至球のみで、ノーヒットノーランを達成した。1971年は、初の開幕投手を務め敗戦投手となるが、次の試合から5完封を含む10連勝。7月9日のエンゼルス戦では勝利こそつかなかったが11イニングで17、脱三振を記録するなど、前半戦で17勝3敗、防御率1.42188脱三振の、 高成績を挙げ、オールスターゲームに初選出され、先発投手を務めた。24勝8敗、防御率1.82301奪三振、共にリーグトップの8完封ホイップ0.95を記録して最優秀防御率のタイトルを獲得し、チームの地区優勝に貢献。ボルチモアウリオールズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第一戦に先発するが7回5失点で、 敗戦投手となり、チームは3連敗で敗退した。オフに MVP とサイヤング賞を同時に受賞した。1972年は故障で出遅れ、打線の援護にも恵まれず6勝10敗だったが、防御率2.804完封を記録。チームは、区連覇を果たし、デトロイトタイガースとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、リリーフとして4試合に登板。 第5戦では6回から登板して4イニングを無失点に抑えてセーブを記録し、チームは1931年以来41年ぶりのリーグ優勝。シンシナティレッズとのワールドシリーズでは第1戦でセーブを挙げる。第4戦では8回のピンチでリリーフするが逆転打を浴び、第6戦では先発するが敗戦投手。 チームは4勝3敗で42年ぶりのワールドチャンピオンに輝いた。1973年は後半戦で11勝を上げ、20勝9敗、防御率3.28を記録し、チームの地区3連覇に貢献。オリオールズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第1戦に先発するが1回途中4失点の乱調で敗戦投手。 第4戦では6回までに安打無失点に抑えたが7回に集中打を浴びて降板。ニューヨークメッツとのワールドシリーズでは第2戦と第5戦に先発。勝利は挙げられなかったがチームはワールドシリーズ連覇を達成した。1974年は開幕4連敗を喫するがその後は復調し。 17勝15敗、防御率3.25の成績でチームは、地区4連覇。オリオールズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第3戦に先発し、2アンダカンプで、ジムパーマーとの投手戦を制して、ポストシーズン初勝利を挙げ、リーグ3連覇に貢献。ロサンゼルスドジャースとのワールドシリーズでは前年と同じ、第2戦と第5戦に先発し、 またしても勝利はつかなかったが、チームは4勝1敗で、史上3度目のワールドシリーズ3連覇の偉業を成し遂げた。1975年は前半戦で12勝を挙げ、4年ぶりにオールスターゲームに選出されて2度目の先発投手を務めた。9月28日のエンゼルス戦では、ローリー・フィンガーズら4投手との系統で、 ノーヒッターを達成するなど22勝11敗、防御率3.01を記録し、チームは地区5連覇。ボストンレッドソックスとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第2戦に先発するが4回途中3失点で降板。チームは3連敗で敗退し、ワールドシリーズ4連覇の夢は絶たれた。1976年は、フリーエージェント制度の影響で、 年俸高騰に悩んだオーナーのチャーリー・オー・フィンリーが主力選手の放出を拡作6月15日にニューヨーク・ヤンキースへの移籍が成立するが、6月18日に無効となった。後半戦で11勝、防御率1.69を記録し、18勝13敗、防御率2.35の好成績を上げ、サイアング賞の投票で6位に入った。 1977年は3連覇時の主力が、次々とチームを去り一気に弱体化。いずれもリーグワーストの19敗284、被安打、119自責点に終わった。1978年3月15日に、ゲイリー・トマソンた6選手プラス30万ドルとの交換トレードで、同じベイエリアに本拠地を置く、サンフランシスコジャイアンツに移籍。 同年は序盤に6連勝、6月10日から10連勝を記録するなど前半戦で12勝を挙げ、オールスターゲームでは史上初めて両リーグで先発投手を務めた。18勝10敗、防御率2.79を記録し、サイアング賞の投票で3位に入った。1979年は4月19日のサンディエゴパドレス戦でキャリアワーストの10失点ながら、 勝利投手となる。請求が悪く、不安定な投球が続き、14勝を挙げたが、リーグワーストの132次席点、キャリアワーストの111支球と不振。1980年は5月9日から7連勝を記録。途中約1ヶ月の離脱もあったが、14勝10敗、防御率2.97と復活した。 1981年は9月6日のシカゴカブス戦で7回1死からビルバックナーに打たれるまでノーヒットに抑える。この年は50日間に及ぶストライキでシーズンが中断、短縮された影響で発症に止まった。1982年開幕直前の3月30日に4選手との交換トレードで 一選手と共にカンザスシティロイアルズに移籍。同年は9月13日のシアトルマリナーズ戦で6回、一島でノーヒットに抑え一安打完封勝利を挙げるなど13勝を記録。1983年は0勝5敗、防御率6.01と良いところがなく8月5日に解雇される。オフに、元チームメイトのウィリー・ウィルソン、ウィリー・エイキンズ、 シェリー・マーティンと共に、誤解に所持の容疑で逮捕された。11月17日に、有罪判決を受け、懲役3ヶ月を言い渡された。1985年4月6日に、ジャイアンツと契約。同年のピッツバーグ薬物裁判に関連して、大陪審に召喚され、証言した。1986年4月2日のパドレス戦で、通算200勝を達成。 受賞、防御率3.27を記録した。オフにフリーエージェントとなり、1987年1月20日に、フルスアスレチックスと契約するが、その後突如現役引退を表明した。ありがとうございます。